오늘부터몇주동안우리가함께빌립보서를통해서함께은혜를나누려고합니다예교회から何週間かけてピリピ人の手紙を通して恵みを分かち合いたいと思います사도바울이예수복음을전했습니다使徒パウロはイエス様の福音を伝えました그러다가로마감옥에갇혀있게됐죠その中でローマの牢屋に閉じ込められてしまいます근데우리가성경을읽어서알다시피사도바울감옥에서뭐했습니까皆様ご存知のように牢屋に閉じ込められた使徒パウロは何をしたのでしょうか예수그리스도로기뻐했다고했습니다イエス・キリストによってむしろ喜んでいったんですね그리고감사했다고했습니다そしてむしろ感謝を捧げましたね사도바울은감옥에서오히려찬양했던사람이었습니다使徒パウロは牢屋の中でむしろ賛美をしたんです감옥에서오히려기도했던사람이었습니다牢屋の中でむしろ祈りをしました그래서보면사도바울은감옥이라고하는환경상황에눌리거나무너진사람이아니었죠ですから使徒パウロはその牢屋という環境状況の中に押しつぶられて気落ちしている人ではありませんでした오히려전에말씀드렸던것처럼감옥이라고하는세상큰바람을여기용해서에너지로바꿔서풍차와같이에너지로바꿔서오히려성령으로충만했던사람이었습니다むしろ牢屋というこの世のその風をそれをエネルギーに変えてあの風車のみたいに風車のようにそれをエネルギーに変えてむしろあの進んでいった人でした성령으로충만했습니다聖霊に満たされていたのです그런성령으로충만했던 사도 바울에게 성령께서는 빌립보에 편지를 쓰게 하셨습니다そのような聖霊に満たされていた使徒パウロはその聖霊によってピリピへと手紙を書き送るようになります그리고성령의감동으로쓴그편지가바로우리가함께읽은빌립보서입니다その聖霊によって書き送られた手紙が先ほど一緒に読んだピリピ人への手紙なんですね4장밖에안되는짧은그림입니다4章となっている短い手紙であります근데그짧은글이우리를살리는하나님의말씀이었습니다しかしその短な4章なんですがそれが私たちを生かす神様からの言葉でありました앞으로이빌립보서를함께나누려고합니다これからこのピリピ人への手紙を一緒に分かち合っていきたいと思いますが여러분오늘8절보면은우리가흔히쓰지않는말이나옵니다今日の本文の8節にあまり普段使わないそのような表現が出ます예수그리스도의신장으로キリストイエスの愛の心を持ってと書いてあります내가예수그리스도의심장으로너희무리를얼마나사랑하는지하나님이내증인이시다私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているかそれを明かしてくださるのは神ですと書いてあります사도바울이예수그리스도의심장으로빌립보교인들을사랑한다는거예요使徒パウロはキリストイエスの愛の心を持ってピリピの教会の人々を慕ってる愛してると書いてあります근데그렇게사랑하는그것이하나님이아신다이거예요そういう慕ってる愛してることを神様が明かしてくださる知ってるというんですね여러분사랑하는건알겠는데예수그리스도의심장으로사랑하는건뭔말입니까자愛してることは分かりますがキリストイエスの愛の心を持ってというどういう意味なんでしょうか예수그리스도의심장으로라고하는이말씀에세가지로나눠서말씀을드릴수가있는데오늘キリストイエスの愛の心を持ってこれを3つのことで皆さんにこれから説明したいと思います오늘은첫번째한가지를말씀드리고今日はた一番目のことを説明します내일모레저녁푸니마워십때이말씀을계속해서전해드리겠습니다そして明日明後日夕方푸니마워십레아니このピリピ人の手紙を続けて語りたいと思います예수그리스도의심장이라고하는것은요바로중보하는마음입니다キリストイエスの愛の心というのは取りなしをする心なんです예수그리스도의마음그것은중보하는마음キリストイエスの愛の心というのは取りなしをする心예수그리스도가하나님보좌우편에서우리를중보하고계시다고하시는그말씀처럼キリストイエスは神様の御座の右で私たちのために取りなしのりをしていると書いてあるようにです그래서예수그리스도의심장으로사랑한다고하는이말씀은ですからキリストイエスの愛の心を持って生きるということは그냥사랑하는것이아니라내가그를위해서중보하면서사랑한다고하는거예요それは単に生きる単に祈るんじゃなくて取りなし祈りをしながら生きることなんです그냥사랑하는것이아니라중보하면서사랑하는것単に生きるんじゃなくて取りなし祈りをしながら生きることなんです근데여기서중보하는것은요그냥그사람을위해서몇마디기도하는것이거중보가아닙니다取りなし祈りをするということは簡単に祈る意味ではありません그사람을위해서내가희생하는거예요相手のために犠牲することなんですね사랑으로그를섬기는것입니다愛を持ってその人に仕えることなんです그것을중보라고하는
これが取りなすという意味なんです。그런마음으로그런삶으로기도를하는것이중보기도라고하는こういう心でこういう生き方を持って取りな相手のために取りなしをする。그럼독일에화가가되는것이꿈이었던두젊은친구가있었습니다ドイツに画家になりたいという夢を持つ二人の友達がいました。그런데집형편이넉넉하지않은거예요しかし二人とも経済的に裕福な家ではありません。참좋은소질을갖고있는데미술대학을갈형편이안되는거예요素晴らしい絵の素質がありますが美術大学に入るようなその環境ではありません。그래서이두친구는늘하나님앞에기도할때기도제목이그거였어요でこの二人はいつも神様の御前で祈っているその題目はこのようなことでした。하루는예배가마치고이두형제가남아서기도를하고있었습니다。ある日二人が礼拝終わってから二人が残って祈りをしていました。그때한친구가기도를마치더니다른옆에친구에게이렇게말을하는거예요。その二人の中の一人が祈り終わってから隣にいるもう一人の友人にこのように言います。네가나보다실력이더좋잖아。君の方が僕より絵が上手いんだよな。네가먼저미술대학에가서공부해君が先に美術大学に入ってほしいんだ난그동안지금부터돈을벌을게これから私はお金を稼ぐから그리고네가미술대학을졸업하면수입이생길거잖아そして君が後に大学を卒業したらお金を稼げるんだよな그럼그때나미술대학에보내주라자その時僕を美術大学に行かせてくれ이친구는이렇게말하고도시로나가서식당으로일들어갔고일을시작했습니다そして도시도가에行ってそこでレストランに就職してそこでお金を稼ぐことになりました그리고그친구가보내준학비로다른한친구는미술대학에서공부를했습니다その友人から送られたそのお金を持ってもう一人の友人が大学に入り勉強することができました근데그림그리는실력이너무좋아서나중엔결국수석으로졸업을하게됩니다その人は絵の実力がとても優れたものが認められて後に首席に卒業することになりました4년동안친구가보내준학비로공부를열심히하다가수석으로졸업하게됩니다4년간その友人から送られたそのお金で勉強して首席に卒業することになりました수석으로졸업한다고하는이소식을이기쁜소식을제일먼저친구에게전해주고싶었어요この首席に卒業することになったというこの喜びをその友人に一番先に伝えたかった그래서다시고향으로내려갔고そして自分のふるさとに戻り그친구가일하고있는식당으로들어갔습니다そしてその友人が働いているその레스토랑のところに訪ねていきました그친구가주방에서일하고있었기때문에その友人がレストランの台所で働いていたんです주방문을열고그친구의이름을부르려고했어요台所に入ってドアを開けて名前を呼ぼうとしたんですね그런데주방문을열고들어갔는데그친구의이름을부를수가없는거예요しかし台所のドアを開けて名前を呼ぼうとしたんですが呼ぶことができませんでした주방한쪽구석에서그가두손을모으고기도를하고있었기때문에台所の片隅で彼が手を合わせて祈りをしていたんですね그래서그친구의이름은부르지못하고본의아니게그친구의기도소리를듣게됐습니다それで名前友達の友人の名前を呼ぶことができたんですが聞こえてくる祈りがありました하나님제친구가이제대학을졸업하는해가됐습니다主よ、友人がいよいよ大学を卒業する年になりました。하나님、그동안인도해주셔서감사합니다。今まで助け導いてくださり、心から感謝します。도와주셔서감사합니다。助けてくださり、感謝します。그런데하나님、제가몇년동안일을하다보니까손을많이다쳤습니다。しかし主よ、何年も台所で働いて手を怪我しています。그림을그릴수없는손인것같습니다。もう描くことができなくなってしまいました。하지만제친구는위대한화가가되어서하나님께영광을돌리게해주십니다しかし私の友達は素晴らしい画家になって主あなたに栄光を返すことができるようにしてください느닷없이주방에들어갔던친구가그기도소리를듣고큰충격을받았습니다その台所でその祈りを聞いたその友達はショックを受けましたあ저친구가매일저렇게나를위해서기도해줬었구나라는걸알게됩니다私ために毎日取りなしの祈りをしてくれてたんだということが分かったからなんです。눈에서는하염없이눈물이흘리기시작했죠もう目から止めどなく涙が流れてきました그때스케치북을꺼내들고선체로기도하는그친구의기도하는손을그렸습니다その時に立ったままスケッチブックを取り出してその祈ってるその友達の手を描き始めました나중에시간이지난다음에그그림이
世界적으로유명한그림이됐죠。後に時間がだいぶ経って、その絵というのは世界的に有名な絵となりました。그그림이바로알브레이트뷔로의뒤러의기도하는손입니다。その絵というのはアルベビットジューラの祈りの手という絵なんです。한번쯤은이그림보셨을거예요。この絵一度は見たことありますか？여러분이거착각하시면안됩니다。みんな勘違いしないでくださいね。기도하는손입니다。これは祈りの手なんです。럭비하는선수이거하는거아닙니다。이거럭비のあの講座ありますよ。럭비選手が아닙니다。手を合わせて手じゃなくて祈りの手なんです。알브레이트의세계적으로유명한기도하는손입니다。デューラーの世界的に有名になった祈りの手という絵なんですね。여러분저손을가지고그친구를중보하고있었어요。매일매일そのような手にして友人のために毎日取り出し祈りを捧げていったんです。食堂에서일하는그손이었지만台所で働いていた手ですが、친구를위해서중보했던그기도의손、그것이이손이바로예수그리스도의심장입니다。友達のために取り出し祈りをしていった友人、この心がまさにキリストイエスの愛の心なんです。이기도하는기도하는손이손의주인공은요자기친구를위해서자기를포기했어요。この祈りの手のその持ち主は自分の友人のために自分を諦めていました。자기를희생합니다。自分を犠牲しました。그리고사랑으로그를섬기죠。愛を持って友人に仕えたわけです。왜냐하면그친구는예수그리스도의심장을 가지고있었기때문이었어요。キリストイエスの愛の心を持っていたゆえにです。예수그리스도의심장이없이는요그런중보기도할수없습니다。キリストイエスの愛の心なしにはあのような取り出し祈りはできないんですね。우리도그랬으면좋겠습니다。私たちもそのようなものになりたいものです。우리도사랑하는그누군가를위해서。私たちも愛する誰かのために。사랑하는그누군가를위해서。愛する誰かのために。우리의이두손이。私たちのこの両手が예수그리스도의심장으로중보하는기도의손이될수있기를주님의이름으로축원합니다。キリスト예수の愛の心を持って取り出し祈りをする手になることを祝福します。아멘。아멘。우리의손이예쁘건예쁘지않건私の手がきれいであれきれいでなくとも내손이더럽던깨끗하던상관없이그の手が汚れていようが汚れてないようが내손이크든작든手が大きい小さい関係なく내게주신이손이하나님이내게주신이손이예수그리스도의심장으로중보하는기도의손이되기를소원합니다。私にくださったこの手がキリストイエスの愛の心を持って取り出し祈りをするその手になりたいものです。중남미에과테말라라고하는작은나라가있습니다。中南米にグアテマラという小さな国があります。그과테말라에는알모론가라고하는변두리도시가있습니다。そのガテマラにはアルモルンガという郊外にある小さな町があります。근데그도시는25년전만해도마약의도시였어요。その町は25年前には마약の町と呼ばれていました。범죄자들이모이는도시였어요。犯罪の町と呼ばれていました。환락가의도시였습니다。歓楽街の町と呼ばれていました。근데그작은도시에정말작은한교회가있었는데その小さな町なんですがそこにまた小さな教会がありました。그교회가몇년동안이알모론과이도시를위해서중보기도를하는그런小さな教会がアルモンガルというその町のために何年까지かけて取り出し祈りをしていました。그교회의담임목사님이름이마리아노라고하는목사님담임목사선생의이름이마리아노という선생です。성도들이함께모여서매일같이이도시를위해서기도를하는生徒さんたちが集まり毎日その町のために取り出し祈りを捧げていました。이들의간증을보면하루에아일주일에3일4일을금식을하면서이도시를위해서기도했다。その生徒さんたちの証を見ると週に 3日4日は断食しながらこの町のために取り出し祈りしたと言いました。그러다보니까가족들로부터주변사람들로부터심한핍박을받으면서있었어요。その取り出し祈りしているうちに家族から近所の人々から激しい迫害を受けていました。왜냐면그당시에그도시의크리스찬인구는거의제로였기때문에というのはその町のクリスチャンというのはだいたい 0% に近かったからです。산사람의심장을꺼내는그런신을믿고있었어요。生きている人のその心情を取り出して生贄として捧げるそのような空情を信じられていた町です。산채로사람을죽이는
그런신을믿고있었습니다이키타히토이케니에토시테사사게르소리요나감이요신지됐다는데근데그작은교회는요핍박에무너지지않았습니다しかしその小さな教会やそのような迫害には崩れ落ちたりはしませんでした오히려더금식했대むしろなお断食しながら祈った오히려더모여서기도했대なお集まり祈りに励んだと그리고그들이성령충만하고それでやがて聖霊に満たされて이제그도시밖으로나가서예수복음을전하기시작했습니다そしてその町へと出て行ってイエス・キリストの福音を伝え始めました전도를하기시작했습니다伝道し始めたんです두들겨맞았습니다뭐人々が叩かれました돌이날라왔고요이시を投げつけられたり죽인다고했었어요뭐殺されるその危険性もありました교회를불태운다그랬어요教会を燃やしてやると言われてました그들이그거기서무너지지않더라고요しかし諦めはしませんでした그리고5년이지났습니다それから5年が経ってま経ちました알모론가라고하는도시에놀라운일이생겼습니다そのアルモルンガという町に驚くべきことが起きました그도시의크리스천인구가 90% 가됐습니다その町のクリスチャン人口がなんと 90% になったのです그도시에는감옥이4개가있었습니다その町には4つの刑務所がありました근데그다문을닫아버렸어요しかし4つの刑務所が全部閉鎖されたんです범죄자가생기지가않아서감옥이문을닫아버렸습니다하이르환자자가이나쿠나리회사이사렸단데스요그리고지금은그감옥이병원이나학교로개조되어서지금사용하고있습니다현재야스는게임의쇼와각고야병원이가조사렸대쓰가와렸대마스60개가넘는술집이다문을닫고없어져버렸습니다60개이조의노미야가기에테시마이마시다그렇게도시가바뀌기제일처음의시작은한작은교회에정말작은교회에중보기도로부터시작됐습니다そのような変化は小さな教会からの小さな鳥なしの祈りから始まったわけです바로그작은교회의그중보기도가예수그리스도의심장입니다その小さな教会の鳥なしの祈りっていうのがまさにキリストイエスの愛の心なんです그예수그리스도의심장이죽어가는사람들을살렸습니다そのキリストイエスの愛の心が死んでいく人々を生かしたのです그예수그리스도의심장이범죄의도시를복음의도시로만들었습니다キリストイエスの愛の心が犯罪の町を福音の町に変えてしまったんです여러분신주쿠도그렇게됐으면좋겠죠신주쿠もそうなればいいですね동경도그렇게됐으면좋겠죠東京もそうなってほしいんですね우리가사는땅이그렇게변했으면좋겠죠私が住むこの地がそう変わってほしいんですね도전을받고중보기도해야되지않을까요차례지요受けて私たちも取り出しをしていきたいものです왜냐면에스겔서22장에보면요정말하나님이중보기도가얼마나중요한지말씀하십니다皆さんエゼキエル書22章を見ると取り出し祈りがどれほど重要なことなのか書いてあります30절31절을보면하나님이이렇게말씀하십니다33日には神様がこのようにおっしゃっています。그당시에이스라엘백성들이너무우상을섬기면서하나님을등지고살았습니다当時民たちは偶像に仕え神様から背を向けていました。그래서하나님이진노하셨다고했거든요。神様がとても怒りに燃えていたと書いてあります。내가예루살렘을멸하겠다고했습니다。でこのイエルサレムを絶滅しようと言いました。근데성경에보면요왜하나님께서멸하겠다고하는그이유를말씀하시죠근데聖書には神様がなぜご自分の民を絶滅するとおっしゃったのか理由があるんです。에스겔서22장31절보면하나님이그이유를말씀하시죠에제키엘서22-31にはその理由が書いてあります。무너지는성앞에서나를가라막고나로하여금멸하게하는나를멈추게하는중보기도자를내가찾을래야찾을수가없는거로내가진노의불로멸하리라야벨그치니탓때왔다시니고리에호로보사사나이타메니이노르모노카레라노아이다니사가시못하며틈에따가미스카라나갔다소레데왔다시하게시이카리는호로오데카레라오제스메스스루하나님이영적범죄하는이스라엘에게도진노하셨지만神様は霊的に罪を犯しているイスラエルの民たちにもその怒りに燃えていましたけれども그이스라엘을위해서하나님이멸하시는그하나님앞에서가로막고그들을중보하는중보기도자를찾을래야찾을수가없기에내가진노의불로멸하리라しかしその破れ口に立ってこのイスラエルを滅ぼさせないために取り出しによりをするものを探し求めたが見つからなかったゆえに絶滅するとおっしゃったんです。우리가사는땅우리의가정어디에서나죄는있습니다皆さん私たちの生きるこの地家庭
どこでも罪はあるんです。당연한건아니지만그래야되는건아니지만当たり前なことではなりますじゃありませんが세상에서늘죄와엉켜서살아가고있는많은것들을보고살아가고있습니다この世の中で罪にも混ざって生きている姿があります。네생명이라고하는예수그리스도를알고있는우리가취해야될반응은저것들혼나야돼멸망당해야돼이런반응이아니라しかしイエス・キリストの命を知っている私たちは滅ぼされてしまえもう全てがなくなればいいのにこういう反応を持ってはいけません。하나님의진노앞에서죄가운데있는그가운데서하나님하나님용서하소서하나님용서하소서하나님앞에중보하는자의그런믿음의반응이우리들의반응이되어야될줄믿습니다神様の御怒りの中で罪の中でも主よ彼らを憐れんでください許してください憐れんでくださいという心からなこのような反応を示さなければいけないじゃありません。이런중보기도는아까도말씀드렸지만누구를위해서그냥몇마디해주는거동정의몇마디기도이걸중보기도라고말씀하지않습니다皆さん取りなしに言うというのは簡単に祈る登場の言葉で祈るようなものではありません。내가핍박을받는다할지だって私が迫害を受けようとも그누군가를위해서내가희생을하고誰かのために私が犠牲をする그누군가를위해서내가예수그리스도의사랑으로그를섬기는誰かのためにキリストの愛を持って彼に仕える그를위해서내가예수그리스도의심장이되어주는것그것을중보기도라고합니다その相手のためにキリストイエスの愛の心になってあげることこれが取りなし祈りのする者の心なんです。오늘본문에보면사도바울이그런예수그리스도의심장으로빌립보교인들을사랑한다고고백합니다본문ではこのような使徒바울은キリストイエスの愛の心を持ってビリピの教会の信徒たちを慕っていると書いてあります。그래서감옥에있는사도바울이그들에게감사라고하고그들에게기뻐하라고하고그들을사랑한다고고백합니다そのような心を持っていた使徒バウルが牢屋の中にいるバウルが彼らにいつも喜んでいなさい絶えず祈りなさい全てのことについて感謝しなさいと勧めています。그들을예수그리스도의심장으로중보하는마음彼らのためにキリストイエスの愛の心を持って取りなしをしていながらです。여러분오늘신앙생활하는우리들도마찬가지라고믿습니다今日信仰生活する私たちも同じではないでしょう。교회공동체안에서서로서로의영원한생명을위해서구원을위해서중보했으면좋겠습니다この命の教会の共同体の中で互いのそのような救いのために永遠の命のために取りなし祈りをしていこうじゃありませんか。우리모두이땅에서의믿음의삶을위해서私たち全員この地上での信仰生活のためにと우리한사람한사람회복되어야될그회복을위해서また私たち一人一人が回復されるべきそのことのために하나님이우리에게주신그뜻을위해서神様が私たちにためにあるそのような御心のために우리한사람한사람서로서로가私たち一人一人が互い互いに예수그리스도의심장을가지고서로중보하는중보기도자가되는저와여러분될수있기를주예수그리스도의이름으로축원합니다キリスト예수の愛の心を持って互いのために取りなし祈りをしていくものになることを祝福します。죄가운데있는내가족을위해서罪の中にいる我が家族のために죄가운데있는이땅을위해서罪の中にあるこの地のために하나님의진노앞에서神様の御怒りの前でも그중간에서그진노를가로막으면서その破れ口に立って그들을중보하는믿음의중보기도자예수그리스도의심장을가진저와여러분될수있기를주예수그리스도의이름으로축원합니다キリスト예수라는心を持って取りなし祈りをするまことの取りなし者になることを主の御名によって祝福します。아멘아멘우리오늘이말씀생각하면서찬양하고기도하겠습니다今日のメッセージを思い出し賛美を捧げ一緒に祈りたいと思います。